権利を保護する著作権と特許権。おはようございます、マサルです。今回は著作権と特許権について一緒に勉強していきます。 IT パスポートでは特に著作権に関して出題率が高いのでしっかり勉強していきましょう。それでは早速今回の問題にチャレンジしてください。 IT パスポート令和4年問い1、著作権及び特許権に関する記述 A から C のうち適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 A、 偶然2つの同じようなものが生み出された場合、発明に伴う特許権は両方に認められるが著作権は一方の著作者にだけ認められる。 B、 ソフトウェアの場合、特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。 C、 特許権の取得には出願と登録が必要だが著作権は出願や登録の必要はない。どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は A、 C の特許権の取得には出願と登録が必要だが著作権は出願や登録の必要はない。こちらが適切な選択肢です。それでは解説をしていきます。著作権と特許権の話を始める前にその大元になる知的財産権についてお話ししていきます。知的財産権とは人間の幅広い知的創造活動の成果について一定期間の独占権を与えることを言います。知的財産権は大きく3つに分かれます。それが著作権、産業財産権、その他の権利です。まずは著作権から見ていきましょう。著作権とは作品を創作した者が有する権利のことです。作者の思想や感情が表現されたものを著作物と言います。具体的には本、音楽、写真、プログラム、データベースなどが著作物に該当します。ちなみに皆さんがノートに落書きをしたとします。それも著作物になります。それほど著作物の定義は広いということです。ただそうなると世の中著作物で溢れていることになります。それら著作物を一つ一つ管理することは大変です。そこで著作物に関しては著作物を作った時点で著作権が発生するというルールを決めています。後から勉強する特許権の場合は届出を出さなくては特許権が認められませんが著作権に関しては届出をすることなく著作物を作った時点で著作権が発生します。このように権利が発生するのに登録などの手続きを必要としないことを無方式主義と言います。ただ著作権で保護されないものもあるので注意しましょう。それがプログラム言語、アルゴリズム、プロトコルです。どうしてこれらが著作権で保護されないのか見ていきます。まずそれぞれ何を指しているのか説明します。プログラム言語はコンピューターに指示をするための言葉、アルゴリズムはコンピューターの処理手順、プロトコルは情報をやり取りするためのルールです。例えばプログラム言語に著作権が発生した場合、その言語を用いて作成したプログラムすべてに言語開発者の権利が及ぶことになります。その結果実質的に誰もその言語を利用することができなくなってしまいます。なので著作権で保護されません。次のアルゴリズムは処理の手順そのものを表します。著作権というのは表現を保護するものであり、その表現の背後にあるアルゴリズムについては保護の対象外とされています。プロトコルも同様です。情報をやり取りするためのルールであり、表現をするような創作物ではないため著作権の対象外です。プログラム言語、アルゴリズム、プロトコルは著作権の対象外であることを覚えておきましょう。次は著作権でよく問われる問題について見ていきます。もし同じタイミングで同じ著作物が作られたら著作権はどうなるのかという問題です。答えはそれぞれに著作権が認められます。著作権は著作物を作った段階で著作権が認められています。後ほど説明する特許権の場合は早い者勝ちの要素がありますが、著作権の場合はそれぞれに認められます。またソースプログラムリストは著作権の対象になるのかという問題も出題されます。ソースプログラムリストというのはコンピューターのプログラムを紙へ印刷したり画面に表示したりしたものです。これは著作物の対象となり著作権が認められています。以上、ここまで著作権について勉強しました。次は特許権について勉強していきましょう。
特許権とは知的財産権の産業財産権における権利の一つです。権利者は特許を受けた発明を一定期間独占的に実施することができるようになります。特許権のポイントは、特許権を得るためには特許庁に届けを行い審査を通過する必要があるということです。先ほどの著作権は著作物を作った時に著作権が発生しましたが、特許権を得るためには特許庁に届けを行い審査を通過する必要があります。これまでに特許が認められた例がこちらです。ヤマハが開発したボーカロイド、パイロットが販売しているフリクションボール、ロッテが販売している雪見大福などがあります。さまざまな発明やアイディアが特許権によって保護されています。なお、特許権の存続期間は原則特許出願の日から20年とされています。では次に特許権で出題されやすいポイントを見ていきましょう。まず、同じタイミングで発明されたら特許権はどうなるのかという問題です。特許権は先に特許を出願した人だけが特許を受けることができる先願主義になっています。なので複数の人が同じ発明で特許を取得することはできません。次に、ソースプログラムリストは特許権の対象になるのかという問題です。こちらは対象になりません。特許権は高度な発明やアイディアを保護するための権利です。ソースプログラムリストはコンピューターのプログラムのリストを表示しているデータであり、それ自体に高度な発明やアイディアを含んでいるわけではないので特許権の対象にはなりません。ただ先ほども説明したように、ソースプログラムリストは著作権の対象にはなるのでしっかり覚えておきましょう。次に、著作権の帰属先についてお話しします。著作権というのは著作物を作った人に与えられる権利です。なので原則として作った人に与えられます。これを難しい言葉で言うと、著作権は原始的に創作者個人に帰属すると言います。個人の場合は単純に作った人が著作権を有するわけですが、法人になると少し話が変わります。従業員がそれぞれ著作権を持っていると主張し合うと業務に影響が出てしまうことが考えられます。そこで基本的には会社の業務で作った著作物に関しては著作者は法人であると定められています。今お話しした著作権の帰属先についてもよく出題されているポイントがあるので、そこも勉強しましょう。著作権の帰属先が派遣契約の場合どうなるのかという問題です。派遣元から派遣された A さんが派遣先で著作物を作りました。その著作物に対する著作権は派遣先が持ちます。派遣契約の場合、派遣先企業の指揮のもと作った著作物として扱われるので、派遣先の法人が著作権を有します。一方、請負契約の場合は受注企業が著作権を持ちます。発注企業は受注企業に対して発注を行い、受注企業は成果物を渡して報酬をもらいます。この場合、発注企業は著作物の創作に関与していないので著作権は受注企業が持ちます。どういった契約の場合にどちらが著作権を持つのか理解しておくようにしましょう。それではここまで勉強した内容を使って練習問題に挑戦してください。 IT パスポート令和2年秋問12。 A 社では設計までを A 社で行ったプログラムの開発を請負契約に基づき B 社に委託して行う形態と、 B 社から派遣契約に基づき派遣された C 氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権の帰属先はどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。正解は、う、請負契約では B 社に帰属し、派遣契約では A 社に帰属します。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和4年問1、著作権及び特許権に関する記述 A から C のうち適切なものだけを全て挙げたものはどれか。正解は A、 特許権の取得には出願の登録が必要だが、著作権は出願や登録の必要はない。こちらが適切な記述です。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。 A の記述の場合、著作権は両方に認められ、特許権は早い方が認められます。よって間違い選択肢です。 B の記述、ソースプログラムリストに対して著作権は認められますが特許権は認められません。よってこちらも間違った記述です。
著作権と特許権の違いしっかり覚えておきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。このままのペースだと2024年の1月10日に達成見込みです。ギリギリ達成できないペースになっています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。